どうも、パフォーマンストレーナーさんの助です。さあ、今回はですね、この、見ていただけばわかると思います。アルファーズ動画を、今回は出したいと思います。ちょっとね、気になった動画から少しずつ出していこうと思うんですが、これですね。この TikTok、ちょっと気になっちゃって、ちょっとドキッとしたのが、これ、場所、どこですかね。 湘南のどっかですよね多分ねどう思いますかうまいっすよねしかもココナちゃんの <laughs> ここちゃんここちゃんのやっぱりファッションが本当はユニークで可愛いですよねで樹林さんは相変わらずサングラスがあるとい かでもやっぱりコ,コメントにあるわ「平塚の海」ってちょっとやっぱ湘南っぽいんですよね千葉はねもう少しこう砂浜がすごく広くて何て言うんだろうな波がちょっともう少しこう海も広く見えたりするんですよね湘南の方がなんか海が少し狭いというかもう僕湘南にいないですもうはい福井県にいます これうんコウコちゃんかっこいいういやっぱうまいっすよねダンスがね本当にね XG さんはこのねテラスがあるところがね本当ね限られてくるからね、うん、やっぱみんなコメントで書いてる「平塚だよね」 平塚にこんな海あったっけ <laughs> ういこれ誰がカメラワークやってるんだろう,うーん書いてないね こんなな、いたらな、死んでしまうな、見たら。ちょっとカメラワーク激しすぎるけど。激しすぎるよ。うん、でもなんか風の強さとか見たら確実にこれは日本ですよね。うん、やっぱアームスの使い方とかマジ綺麗だな。かっこいいね。 これ使う時来るんですかね今年はまあ僕は来ないと思うんですけど皆さんアルファーズは来るといいですね悲しいながら僕はちょっと行けないだろうねええー、うん。 あのさそうそうそうサイモンさんがあのなんかライブいっぱいやってるじゃないそこでねオマリオンさんとか B2K とかの動画出してたんですけどあれすげえあの感じめちゃくちゃいいですよね僕もねあの時代の R&B ヒップホップっていうのがねめちゃくちゃ好きなんでなんかそういうテイストのなんかちょっと ししてていいななって思いますねなんかね最近あのこれもう全部で言ってるからもう聞き飽きたっていう人はもう全然クローズしてしまっていいんですけどそれこそ先週の日曜日平塚で僕踊った、ね、ステージに上がっていたんですがとはいえねあの知っている方は知っていると思うんですが僕のアカウント自体がもうなくなってしまってた時なんでちょっともう。 死ぬような思いをしながらもステージ立てたんですけどあのやっぱりダンスナンバー見ていて新しい先生が何人か入ってで僕のスクールが LDH の一家というか会社が多分統括しているように変わってそれでやっぱ見てるとやっぱ若い先生20代30代まだ上がっていない先生が結構いてそれでやっぱナンバー見てると 子供めっちゃめちゃゾーンにも入ってるしグルービーであんな本当に歌詞分かってんのかなって言いながらもちゃんとリップしながら歌いながらこう踊ってたりとかしていてすごいなと思ったんですけどテイストというか体の使い方がみんなねかっこいいんですよ。めっちゃかっこいいしあんな動きできないんだけどもみんな一緒に見えるんだよね。 すごくグワングワングワンがか,かっこいいんだけどもやっぱり僕の大好きなそのニュージャックスウィングの先生のナンバーでやっぱりキッズの子たちが出てきた時にやっぱり。 やっぱりね、ニュージャックスイングとかっていうまあニュージャックスイングやってる人たちに多分聞けばわかると思いますけどうわ疲れるやつですねって言うんですよ本当に16ビートバン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 刻みながら刻みながらも疲れないで踊るでもそのニュージャックスイングとかの教えってすごくよくて初めはみんなハーハンになるんですよ、ね、で踊り込んで踊りまくって疲れないようにしてって言われるんですよね それ我々の武道の世界でもそうですよね力んで力んで力み外していってずっとそうやっていろんなことを練っていくからこそ体の中にオートマチックっていう風な言い方はあるかもしれないですけども本当に疲れてる時っていうのは無駄なものが多すぎるんですよねトレーニングもそうですけどみんなすぐ疲れるんですね で疲れる動きっていうのはやっぱりワチャワチャしてるだから僕のダンスとか見たらとんでもなくてただやっぱトレーニングって自分の得意な場面に行くと人から見るとちょっと簡単そうに見えるトレーニングで一番重要なことっていうのは他人の人が見てあれこれできそうかなって思うここがすごく重要なんです雑道って言って雑な動きを相手に伝えることによって人は芸術としてみなさないですよね ダンスっていうのはまたこれ別ですごくスムーズなダイナミックな動きで自分たちがこう追えないような動きでも頭の中にこうクリアな情報が入ってくるというかストレスがなくて感動と芸術だけが残るこれがダンスの動きですね獅子の綺麗な連動性でトレーニング大事,大事じゃなのうわーってこうやって動いてるとうわー辛そうと思うけどもでもそうじゃなくてデモンストレーション見た時にあれなんか何やったんだろうみたいな。 結構この僕らよくハッキングって言うんですけど僕らあの生徒の生徒というか教えてる人たちにハックかけるじゃないけども難しくないように過断の使い方を見せるんですよで実際にパッてやってみるとその人動作忘れてるんですよねなんでかっていうとそれは逆にあんまり嬉しくはないけど嬉しい部分でなんでかっていうとあ簡単そうじゃんと思って例えば重り握った瞬間飛ぶんですそれは さっと情報がが入っったんだけど体で体現がでで現きないっていうぐらい脳にストレスがなかったっていうとこなんです激しい動きってストレスが入ってくるからちょっとこう覚えてたりするんですけど、うん、またちょっとね話が飛びましたけど。うん、だからねあのー そのニュージャックスイングとかの,そのバウンスつけるとかそのアームスのラインをこうなんていうのかね綺麗な線を持って引っ張るとかずっとリズムキープしながらアクセント,アクセントというか体全身に使って体のねリズムを表現するっていうあのキッズたちがダーンと出てきる瞬間やっぱり鳥肌っていうか結構ね涙出そうだったっていう人たちがいるから、うん。 かっこいいなっていうその先ってなんか感動に至るみたいなねうんだからねそういうクラシックな何かこうダンスを出してもらいたいんですよねなかなか流行りだ流行りがねあ,のあるから無理だと思うんですけどねかわいいここちゃんええー、うん ニューダンスニューダンスう,うん。本当とさ背骨から動きますよね綺麗ですよねほんとかっこいいてかさいたらここなちゃんですぐわかるじゃんこういったネイルとかでねうわ でもやっぱ年一年末はやっぱ日本帰ってきてるんだね多分ねうえこんな靴履いてたらもうわかるやんうう XG さんのなダンス動画って早いんだよねこれまたやってましたねスノーボードねこれジュインさんでしょ ジュリンさんすぐ消えちゃうんだよね早すぎて僕ねブロ際どいラインのものが結構出てますよねどれかで見たけどちさちゃんすごいうまかったよねうんこれ誰だろう はあ、uh, while, uh, during casually shredding wild chissa and the mass snowboarder to do their best こちち。これはさ、すごいきれいな絞りしますよね、本当ね、ちさちゃんで、ね。なかなかこんだけきれいな絞りする。 女の子いないなですねスノーボーディング見ててねすごく胸椎とね胸椎ってここの分離がめちゃくちゃ綺麗ですよねでねどのここに出てくるか分かんないですけど股関節の使い方やっぱうまいっすよねやっぱ股関節の抜き方がうまいっすよねツイストがねやっぱさすがですよね でね、こういった時もね僕一人スノーボーダーの方指導してるのでもう彼女なんて数十年ものすごい年、ね、数ス,スノーボーディングやっててどうしてもねそのスノーボーディングから得てしまった線の剣のコース剣のあのもう人体とか剣っていうのは一時的に変形したもう変わらないんですよ。 どうするかって言ったらもう本当に最大限難しいそのどう改善したらいいかって本当に難しくてただその体の使い方滑り方を変えていくっていうところがもう本当一番怪我のリスクを減らすこと。 にしかならならいんですもう40代超えてきたりするとねうんいやなかなか厳しいやっぱ20年30年近くずっと同じ使い方とストレスをかけてた体ってで体に痛みも来て関節も痛くなってっていうところでそれで遅くはないよ遅くはないんですけどもやっぱり体のもう作りというものが決められてくるから、うん、逆に言うとしっかり体の使い方というか 学んで滑ったりしてもう滑ったりすることによってこれだけ綺麗に体使えるわけだからやっぱりなんかこう体の身体操作っていうかただここまで詰めてね XG さんみたいにここまで詰めて 体の使い方を研究するっていうか、まあ、ダンスでねずっと研究してたから研究っていうかずっと訓練してきたからなかなか難しいと思うんですけどね、うん、僕から見てめちゃくちゃすごく綺麗な重心の置き方というか体の使い方してるなと思いますねここでクラプスしないからね膝の関節がね <laughs> これな うまい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 もう。ジュリンさん、ジュリンさん見ていただけたらかるよね、うん。全然逃げないもん。うん、いや柔らかいよな、本当に胸椎。この,の TL ジャンクションでョあの胸椎と腰椎の分離がめちゃくちゃ、めちゃくちゃ柔らかい。こんな子なかなか見ないんだよね。 このままプロだからねちさちゃんち <laughs> ちさちゃんなのかなこれおっぴろげてるちいちゃんあーって書いてあるねうまいっすよねでもちさちゃんやっぱ去年の動画もそうですけどやっぱうまかったもんねココナちゃんとかあんま出てこないココちゃんはちょっと苦手なのかなこういうのがあれハビーちゃんかうーん もっと出してしてほいね、うん、まあこんな感じですね今日はさらっとですけどもちょっと最近は XG さん今年もねもうまた沸かせてくれるんだろうなと思いますけども、うん、すごく楽しみにしてますまあこれ最後のダンスあったねうんあでもこれもちょっと遊び系だねうん ととしたところがプロ出しますよねねやっぱ、ね、プロだなっていうこういう体格の揃え方とかねうんうん <laughs> すげえ股関節柔らかいうんはい久しぶりのアルファーズ動画でしたが、うん、ちょっとねサイモンさんあの路線でなんかね 何を話してたのかちょっとよくわからないんですけどちらっと見た時にオマリオンさんが出てたからうわなんかそういう系話してくれるのかなと思ったんでうんそういう系のねナンバーナンバーじゃないわ曲を出してもらえると嬉しいですねはい今日は雑談でした